ニコラス。ニコラスは、アメリカ海軍の駆逐艦。フレッチャー級の一隻。艦名は、アメリカ海兵隊の前身とされる、大陸海兵隊の総司令官であった、サミュエル・ニコラスに由来す。ニコラスの名を持つ駆逐艦としては二代目。ニコラスは、太平洋戦争開戦前の1941年3月3日に、メイン州。 ケネベック川のバス鉄工所で寄港された。後期はフェデラルシップビルディングドライドックで建造された姉妹艦と比べるとや長引いたが、1942年2月19日、エドワード・ビー・タイロン夫人によって浸水。同年6月4日、ネームシップであるフレッチャーなどよりも先に竣工を果たし、同日、ウィリアム・ D ・ブラウン少佐の指揮下収益した。したニコラスは、 太平洋艦隊に配属され、コロンバンガラ島沖海戦、ベララベラ海戦など、太平洋における、対日作戦に参加した。また、2隻の日本海軍の潜水艦を撃沈し、対戦活動に成果を上げている。1944年2月17日朝、タロア島北東200海里地点付近で、船団護送中、ニコラスは浮上中の潜水艦を、レーダー探知したため、 砲撃を行った結果、潜水艦は先行していった。その後ニコラスは潜水艦をソナウ探知し爆雷攻撃により撃沈した。この潜水艦は百、e、1 7 5であった。11月12日、ニコラスはと共に軽巡セントルイスを護衛して、ウルシーからコッソル水道に向かっていた。二千三ニコラスはメートルの距離で浮上する潜水艦を レーダー探知。接近した後手法で砲撃を行った結果、潜水艦は先行していった。2200ソナーで潜水艦を探知したため、ニコラスは爆雷十八個を落とした結果、潜水艦の反応が消えた。翌11月13日0030、ニコラスは潜水艦をソナー探知して対戦相当の準備を行った。攻撃直前、反応が ニコラスの右舷側に移動したことが分かったため、右舷機関を更新させて、右に舵を切り、反動の直上から爆雷を投下。その数分後、海中で大爆発が起きた。その爆発は凄まじく、ニコラスの艦隊が揺さぶられるほどだった。その後、午前中に潜水艦のものと思われる破片と、日本兵と思われる死体が海上を漂ってい,いのを確認した。 この潜水艦は E38 であった。ニコラスは1946年6月12日に退役し太平洋予備役艦隊で保管される。1949年3月26日にディマイナス449護衛駆地区艦に艦種変更され、1950年11月に最終駅のための改修が始まった。 1951年2月19日に最終駅した。ニコラスは、西海岸での成長後、新珠湾に向かい同地で、第15エ駆ク戦隊第125エ駆ク艦隊に、加わる。その後も西太平洋への巡航を続け、6月10日に、横須賀に到着した。極東での任務は11月14日まで行われ、ニコラスは、韓国の沖合で第77任務部隊の、 航空母艦への護衛を行い、また横須賀、沖縄での対戦演習、台湾海域の偵察に従事した。1952年5月3日に、新珠湾を出港し再び、韓国へ向かう。補充艦艇として、第112駆逐艦隊に加わり、はじめは、第77任務部隊に、続いて、第95統合任務部隊の配下として、朝鮮半島の砲撃ラインで7月まで、 作戦活動に従事した。11月に第12号英駆逐艦隊と共に朝鮮半島に戻り、1953年5月20日まで極東に止まる。朝鮮戦争の後、ニコラスは第1艦隊に配属され、毎年の西太平洋配備を経験した。第7艦隊での配備では日本からスマトラ島までの範囲で活動し、一方東太平洋配備では、 ハワイから西海岸までの範囲活動を行った。1954年の第一艦隊の任務で、ニコラスは中部太平洋に派遣され、キャッスル作戦の支援に従事した。ニコラスは1959年12月から1960年7月にかけて艦隊回復、近代化改修が行われた。改修後、第二次世界大戦以来の南シナ海配備が、 行われ、広範囲な作戦活動に従事した。1962年7月1日にリマイナス449、護衛駆逐艦に艦首変更され、1965年3月には、再び南シナ海に展開した。南シナ海でニコラスは、マーケットタイム作戦に参加し、南ベトナムの海岸線の偵察に従事した。4月1日に任務が完了し、 ニコラスは、真珠湾に、帰還、9月半ばに再び、ベトナムへ戻る。10月1日にまでに包囲された、海岸線に対してニコラスは12月3日まで監視、及び、砲撃任務を行い、その後台湾海峡の偵察任務を担当した。1966年初めに、ベトナム海域に戻り、トンキン湾のヤンキーステーションでの任務に就く。2月末に、 帰国の途につき、ニコラスはオーストラリア、ハワイを経由し3月17日に帰国した。その後の西太平洋配備は同様のスケジュールが繰り返された。1966年11月から67年5月までの支援砲撃任務はメコンデルタでのデッキハウス V 作戦が含まれた。ニコラスは1968年の大半をベトナム海域で過ごし、 ヤンキーステーションで砲撃支援を行った。1968年に東太平洋へ戻り、ニコラスは NASA のアポロ計画を支援した。10月8日から23日までアポロ7号の12月19日から22日まではアポロ8号のカプセル回収のため太平洋のカプセル回収海域活動した。任務従事後シンジワンに帰還し、ハワイ海域で 訓練演習を行い、西太平洋配備に備えた。1962年に海軍最古の駆逐艦となっていたニコラスは1970年1月30日に退役した。退役式典は新珠湾で行われ、横には姉妹艦のオバノンが並んだ。同日除籍され、その後レゴン州ポートランドに敬院、1972年に解体された。 ニコラスの退役後、現役に止まったフレッチャー級は7隻のみであった。ニコラスは、第二次世界大戦の戦考で16個、朝鮮戦争の戦考で5個、ベトナム戦争の戦考で9個の従軍聖賞を受賞し、主君部隊賞も受賞した。ニコラスは、姉妹艦のオバロンにつく16個の従軍聖賞を第二次世界大戦で受賞し、 その経歴において受賞した従軍聖賞の総数はアメリカ海軍官邸の中で最多である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。